についてアドバイスしていこうと思います。大切なポイントになるのでどうぞ最後までご覧ください。まずはじめにモデルさんの体型についてアドバイスしていこうと思います。これはコンクールではないので背が高いとか低いとか関係なく、時間内にどれだけ規定に沿った着せ方をできているか、綺麗に着せれているかっていう試験なので、身長や体型で変わるものではないので、そこはご安心ください。袖を着せて草履を履かせてポージングまで25分で仕上げないといけないので、なるべく着せやすい時間短縮のできるモデルさんにお願いするのがいいと思います。私は身長が150センチもないので、自分よりも15センチも20センチも高い方になるとやっぱりちょっと着せにくいなっていう風になっちゃうので、私はプラス自分より10センチくらいのモデルさんにお願いしました。あとこんな感じですごい肩がイカってるとか、バストが大きい、ヒップが大きいっていう方は補正の中襦袢審査もあるので、その時に時間がかかってしまったり難しかったりするので、なるべく着物に合う寸胴体型の方がいいと思います。あと一番大切なことはモデルさんに体力があるということです。体力が必要です。会場入りしてから準備や点検着せてもらって、それからウォーキング、ポージングしてからウォーキングもあるんです。それでだいたい2時間ぐらいかかったので、モデルさんがしっかり立っておくことができるっていうことが大切になってくるので、女性であること、女性だったら何十代でも構いません。私が行った時には60代、70代のモデルさんもいらっしゃったので、しっかり立っておくことのできるモデルさんだったら大丈夫です。またこれからも一級着付けの技能検定に対しての動画を出していきますので、どうぞご覧ください。